フエゴ山は、グアテマラのエスクイイントラ県とサカテペケス県の県境に、またがる、活火山である。標高3763メートル。グアテマラにある火山では、最も活発で、ほぼ毎年のように噴火している。フエゴとは、現地の言葉で、火を意味する。この火山のそばには同じく火山である、アカテナンゴ山とアグア山がある。百二十四年に噴火してから、 多くの噴火の記録があり、1974年の噴火は火山灰を大量に吹き上げ火砕流を発生させた。また、1953年と1977年から79年の噴火では溶岩ドームの形成を伴う噴火をした。2002年の噴火以降、毎年のように噴火している。現地時間の9月13日午前10時過ぎに噴火し、 火山灰などを含んだ噴煙を大量に吹き上げ、火砕流も発生。広範囲に火山灰を降らせ、火山灰は火山から4 0トル離れた地点まで確認。大噴火の恐れがあるとして、グアテマラ政府は周辺住民約3万5000人を避難させた。フエゴ山は2012年に入ってからこれまでに5回噴火しており、今回の噴火は6回目となる。専門家によると、 今回の噴火は1999年の噴火の規模に匹敵するほどの大きさだという。また、中米にある火山では、この噴火の5日前の9月8日に、ニカラグアにて、同国最高峰の火山、サンクリストバル火山が噴火したばかりである。現地時間の6月3日に噴火し、火山灰等を含んだ噴煙を、海抜1万メートル以上まで吹き上げ、火山灰は、 フエゴ山から4 0トル離れた首都グアテマラシティでも観測。これにより、同市にあるラウロラ国際空港が閉鎖された。また、火災流が周辺の集落を直撃し、死者113人、行方不明者332人を出した。ABC、襲い来る、溶岩流グアテマラフエゴ山の噴火、死者65名に増える。ニュースウィーク日本版。 https://www.newsweekjapan.jp コロンススララッッシシュュスラッシュストーリーズスラッシュワールドスラッシュ2018スラッシュ06スラッシュ 253000.phpl2018 年6月5日閲覧グアテマラで炎の火山が噴火3万5千人が避難 cnn.co.jp http://www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ参考 021767.html2012 年10月20日閲覧。中米グラテマラで火山噴火7人死亡20人家が cnn.co.jp http www.cnn.co.jp スラッシュワールドス3個 021767.html2018 年6月5日閲覧クアテマラの噴火行方不明者が332人に nhk,https, コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ201807705 <NH K. S> スラッシュ K10015099310000HTML Atom, int イコールンサーチコンテンツサーチ、アイテムズ0012018年7月6日、閲覧 この記事は以下のカテゴリでも参照できます2012年の笛子山噴火に関するカテゴリー、2018年の笛子山噴火に関するカテゴリー。ありがとうございます。